はい、あれ。はい、皆さんこんばんは。ドラゴンクエスト前第5期初心者大使の上原龍希です。皆さん、私は今どこにいるでしょうか。あれ、あ、メアリさんも放送してたんだ。わー、かぶっちゃった。実家、いや、まあ沖縄、そうですね、沖縄です。でも実家じゃないんですよね。あの、免許合宿に今来てて。あ、え、メアリさんレグ4行くんですか。え、一緒に行こう。え、行けるかな、私。え、でもちょっと一緒にやりたいな。そう、合宿先なんですよ。で、なんか本当は二人一部屋なんですよ。あの、まあ、女子寮で二人一部屋なんですけど、なんか私の部屋だけ、私一人しかいなくて。なんか、そうなんですね。二人部屋の合宿なんですけど、私だけ一人だったんですよ。で、なんか昨日は初日だったんですけど、なんかみんな同じ部屋の二人で一緒にご飯行ったりとかしてたのに、私一人部屋だったんで。まあ、まあまあまあ。まあでもなんか聞いた話によると、明日から入ってくるかなーみたいな。なんか明日から入ってくるっぽいの。で、というわけでやっていきたいと思います。でも後ろに友達いるじゃんとかちょっと怖いこと言わないでくださいよ。何が見えるんですか？はい。え？ある意味待ってる？隣の部屋一人なのにブツブツ聞こえてきて怖い。いや、ちょっとそれ言われてる可能性ありますよ。ちょっと、なんで今日の声のボリュームはちょっと若干下げ目でいきたいと思います。ではでは。はい。待って。いや、女子寮なんで超セキュリティ厳しいので、まあ幽霊も多分入ってこれないんじゃないかな。オートマです、オートマ。今日初めて車を運転してみました。ちょっと待って、ゲーム画面、うん、よいしょ。ストーリーは 3.5 までクリアしてる。あ、ストーリーは多分夏祭りには全部バージョン3は終わりました。終わってました。いやー、すごい。え、ちょっと感想とか言っていいのかな？でもまだストーリークリアしてない人もいるから、あんまり言わない方がいいですかね。あんまりネタバレは、じゃあちょっと今回はなしの方向で。いぶきちゃんがラスボス苦しんでる。あ、それ私、そうなんです。そのいぶきちゃんの24時間配信やってたじゃないですか。そこで、深夜の時にずっと私見てたんですよ。6時半ぐらいまで。で、私もこのラスボス、まあ一応頑張って強いでクリアしたんですけど、2回全滅してて、もう本当に、もう、結構厳しかったですよね。いぶきよりコミケを選んだ。いや、コミケは今年は1日目しか行ってないです。3日目はちょうど沖縄に来る日だったんですよ。で、合宿免許に、あの、住民票が必要ってことを私は覚えてたはずなんですけど、住民票を取りに行くの忘れてて、飛行機の前に本当はいぶきちゃんの配信にわーって合流して、で、じゃあねーって言って飛行機に乗るつもりだったんですけど、住民票をあの役所まで取りに行ってたら時間がなくて。いや本当に、いや申し訳ないです。またまさかあんなに待たされるとはっていう。え、メアリちゃん、メアリさんが見てるんですか？ちびきちゃんと混ざっちゃった。ちょっと私もじゃあ見ます、メアリさん配信。ちょっと待って、あ、
でもイヤホン待ってミュートで見よう。イヤホンが、あれ動かない、重いかな。音はイヤホンどこ見たかな。ちょっと合宿所でちょっとまだ持ち物とかが開いた、あ、ちょっと音があ、装備変えます。ちょっと待って、はい、ラスボスは水の時がきつかった。そうなんですよね、そこなんですよ。なんか全体攻撃がめっちゃ来るじゃないですか。そこでなんだろう、まさかこれは全体攻撃が避けれるかなと思って、私はすごい後ろの方に下がったんですけど、全然避けれなくて、でなんか、あ、これはこんなに全体攻撃でこれは一旦死ぬやつかなっていう、何全滅、一回全滅してもう一回なんかあるストーリーがあるのかなっていうやつかと思ったら、普通になんか、あ、音が、ええ音がやばい、なになにちょっと本当になんかメアリさんの配信もなんか固まってて、ちょっとあれ動かないし、音もなんかおかしい。ちょっと待って、ちょっと、あ、ハウリング、え、なに電車、え、いや、一応ミュートにしてます。音消して、向こうが入ってる。ちょっと、入ってる？どうすればいいんだろう。こっちの配信が入ってる。え？なに？ちょっと待って。一応、一旦じゃあ、ちょっと、ドラクエの以外の音を切ります。切りました。え？なに？ダメ？え？ちょっと今日、マイクの音を、マイクを持ってきてないので、カメラのマイク、そのまま使ってるんですけど、それのせいかな。なに？一旦マイク切る。どうすればいいんだろう。変わらない。あら、あー、なんだろう。パソコンの一瞬消えた。なに。ファンとか一回でも熱がそうとかいうわけでも、一旦ちょっとマイクを。
で、どうしようかな。募集、なんか全然遠いところ、遠いところ、遠いところ？じゃあ、何を募集したらいいかな。何募集、何行きたいですか、皆さん。あ、ちょっと声がでかくなってきた。ちっちゃい声でいきます。まあ、三悪魔、モグラ、エスキラー、京太郎と、スライダーク、ジノーガあたり。ちょっとカードは、でもブチビリアルって、なんか募集するのもちょっと申し訳ないっていうか、皆さんも多分持ってないと思うので、これは、まあ、あと一人で行くとして、スライダークをちょっと、まあでも642時間あるからいけるかな。いや、違う違う違う。合宿だからできないんですよ、なかなか。なんで、スライダークかな、やっぱり。スライダーク。エスキラは確かにちょっときついですよね。でもスライダーク、夏祭りで結構、なんかみんなやりたいって言ってたんで、やりたい人多いかな。やりたい人多いかなと思うんですが、ですが、どうですかね。スライダークをとりあえずやるとして、カード優先。そうですね。スライダークと、まあ、モグラもやりたいかな。ちょっと、来流よく、そろそろ完成させたいんで。あ、遅ればせながら夏祭りお疲れ。あ、夏祭りありがとうございました。お疲れ様でした。現地で来てくれたよって方、いらっしゃるんですかね？いるかな？遊びに行ったよって方。どうなんだろう。あ、手が上がった。ああ、ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。あ、結構上がってる。ありがとうございます。確かに、アクセ隊でやるかもとも思うんですが、私、9月、まあ、合宿がどんぐらい長引くかによるんですけど、なかなか多分、結構先まで、1ヶ月弱は、多分帰れないかなと思うので、そう、600何十時間って、何日ぐらい？全然ダメですよね。多分全然。免許取ったら車買うの。いや、車は多分買わないんですけど、まあでも、そうですね。弟の車をちょっと借りようかなと思って。リユキって人のヨッチ来たけど本物かな？多分夏祭りだったら本物だと思います。いや、合宿はね、最短で18日なんですけど、ちょっととりあえず20日ぐらいに見てて、で、20日。で、ちょっと、まあ、お盆じゃないですけど、ちょっと実家に何日かいて、帰るってなると、何日かな？まだ帰りの飛行機買ってないんですよね。まあ、最短で合格したいですけどね。弟、今の話聞いて顔引きずってそう。いや、そんなことないですよ。全然、車、使わないときだったら貸してくれるみたいなこと言ってたんで。合宿中は配信結構期待していいですか？まあ、配信したいんですけどね、明日から多分、私の相部屋の人が多分来るんですよね。昨日家は一人ぼっちだったんですけど、多分明日から来るかもしれないんで、そうなるとちょっと、どうなんだろう。その子と一緒にどうなんですかね。結構なんかフレンドリーな子だといいんですけど。なんかどう、いや、怖いですよ。だって、相部屋、2週間以上、ね、一緒の部屋って、ちょっと、なんか気まずくないですか？ ちょっとコミュ力がないので。リュウキには敷居が高すぎる。まあ、そう。ね、もしちょっとね、ドラクエユーザーとかだったらね、嬉しいんですけど。ね、そういう神展開ないですかね？ いやー。
ね、もしね、ユーザーだったらすごいですよね。もう私最近もう合宿の授業と授業の合間に、ちょっとこの、なんだろう、ちょっと何、空いてるところで、一人でこう、3DS 持って、ドラクエしてて、これなんだっけ、これでドラクエしてて。で、2時間空きがあったら、すぐ寮に戻って って感じなので、本当になんか そうなんですよ。みんな結構、なんか同じ部屋の2人で行動してて。あ、ちょっと寂しい話はやめます。い。ではちょっとそろそろね、ちゃんとカードの方に行きたいと思うので。場所どこにしようかな。ツスクルにしよう。11どのくらい進んでるの？私は、とりあえず仲間が、マルティアとか全員、あれ仲間多分全員揃ったかな。仲間揃って、中盤ぐらいかな、まだ。中盤ぐらい。で、私が中盤ぐらいで、うちのお父さんも 3DS でドラムやってるんですけど、あ、ドラム11やってるんですけど、お父さんも同じぐらいのところで、で、まさかの弟が、もうクリア済みらしくて、そう、弟がクリア、もう、あ、もう、プレステ4でクリアしたって聞いて、なんか私、ね、せっかくなんで、夏休みいっぱい全部ドラクエで楽しめるぐらいゆっくりやってこうぐらいのつもりでいたんですけど、なんか先にクリアされたって言われると、なんかちょっと悔しいじゃないですか。そう、なので、ちょっと私も早めに、クリアして、で、プレステ4のやつもやりたいなって感じで。あと5分、待って待って。ちょっと本当に雑談だけで。ちょっと。あれ。よし、延長。さっきクリアしましたって方も。ね、兄弟いる人あるある。そうなんですよね。そう、今 2D でプレイしてて、でもなんかこのアンケート取ったんですよ。Twitter で。この 2D か 3D か、プレステ4か何からプレイしてますかって。アンケート取ったら、なんか 3DS 派とプレステ派は結構半々ぐらいに分かれて。で、その中でも 3D と 2D だとやっぱ 3D の方が多くて、なんか15%、25%、15%、25%。結構ね、2D 派が少数派で、コメントの方にも、なんか、同じ順でやってますよっていう人もいれば、なんか、逆にこう、イベントを、一番最初に見るイベントを、すごい高画質の綺麗な映像で見た方が感動が強く残りやすいよっていうコメントもあって、あ、確かにそれもある、ちょっと思いまして、で、ちょっとなんか、イベントがありそうだなーって時に、ちょこっとだけ 3D に変えたりとかして ちょっとずっと 2D でやってたんですけど、イベントの直前にちょっと 3D にしてみたりとか っていうのはちょっとね、我慢できずにやってしまいましたね。プレステ4めっちゃ綺麗。ちょっとそれも、クリア後にまた一から楽しんで。あ、そう。ね、ロッキーも来るんですよ。初心者大使のロッキーが。いや、楽しみですね。いつ来るんだろう。ねえ。いやー、後輩かー。ついに後輩かーって言って。え、待って、どこで募集？ちょっと待って。お、そうそう。そう、ね、待って、ちょっと、仕切ります、ちゃんと。ちゃんとカードに行きます。はい、では。この、どうしよう、この辺、いつやのいさん、この、じゃ茶色いところ、何からしようかな、最初何からいいかな、何から募集がいいんだろう、最初ちょっと、じゃあ、まあ、京タロットあたりぐらいで、ちょっと、一回、まあ、買っときますか。京タロットあたりを、ちょっと一回挟んで、で、まあ、モグラ、次モグラぐらいやって、で、
エスキラはちょっとあれかな。京太郎とドンモグーラ、ジュノーがスライダーみたいな感じかな。で、どうでしょう。じゃあ、ちょっと、京太郎と、あ、すごい集まってくださってありがとうございます。バト4で、そう、夏祭り見てくださった方は、わかると思うんですが、コイン、ね、この討伐を、京太郎と、バト4人で行ったんですよ。もうどうなることかと思ったんですけど、無事に勝ててよかったなって。ああ、かわいい、しぐさ。いや、でも今回はちょっとカードが欲しいので、カード、タロットが欲しいので、占い読んでいきたいと思います。そのために私も占いなんで、ちょっと占いができる強タロットのコインを持ってる方で、一緒に戦ってやってもいいよって方、この辺に、この茶色いところへんにお願いします。ちょっとサポート下げて。あ、ロッキー何でやるんですかね。プレステ4でやるのかな、スイッチでやるのかな、パソコンでやるのかな。今来たけど利益はラスボス倒したの、倒しましたよいやー、そう、さっきの話途中になっちゃったんですけど、そう、いぶきちゃんのこの深夜にこのラスボスを倒す倒さないみたいなやってた時に、私もずっと見てたんですよ。で、ちょっとね、アミさんといぶきちゃん2人で、あとサボ2人で戦ってたじゃないですか。そこで私もなんか手伝うよとかちょっと言いたかったんですよ。手伝いたかったんですけど、いや、ちょっとこれ私が入ったところで生きるかどうかもわからなかったしと思って、ずっと見てただけっていうね、ちょっとね、思ってたんですよね。イレブンの話振るのもいいけど、天の方進まんぞ本当にちょっと話がちょっといろいろありすぎて、全然よいしょ、勇気が足りなかったあの日。いや、もしね、ちょっと、私ずっとインしてたんで、なんか、一緒に手伝ってって言われたら、すぐ行く気満々だったんですけど、なんか自分から手伝おうかとか言って、で、ボロ負けしたら、ちょっとそれはそれで、あれじゃないですか。と思って。集まってもらった。すいません。ちょっと、もう、そろそろ、締め切って、じゃあ、コイントスで、私が、振って、コインだっけ？コインでしたっけ？カードか。カード？ダイスだ！そう、ダイス。失礼いたしました。私がダイスを振って、で、振って、2回目のまでのこの間のね、お願いします。あ、ありがとうございます、ダイスって。では、行きまーす。一番高い方です。高い順に、数字が高い順に3名の方にお願いします。ちょっと本当にね、仕切りがちょっとあれで申し訳ないんです。ちょっと、ね、ちょっと話もそこほどほどにして、カード、頑張ります。そろそろかな。ではこの辺で。93、50、50のつぼこさん、ネイサードさん、レトロさんでお願いします。よいしょ。よし。
あ、じゃあ占い師でお願いします。じゃその間に話を。イレブンでは神派。いや、そうなんですよね。あの夏祭りの時に結構なんかメアリさんとイレブンの話をしてて、でなんかカミュー最初全然興味なかったんですけど、なんか意外となんか面倒見いいしかっこいいし、なんか意外と好きみたいな話をずっとメアリさんとしてて、ね、ストーリーやると神の好感度の上がり方がすごい。そうなんですよね。そうそうなんですよ。なんか最初そうね、そんな興味なかったんですけど、なんかすごい面倒見がいいじゃないですか。なんかお兄ちゃんポジションじゃないですけど、それ常識人だし。そう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 。あ、でもシルビアもそうかっこいいんですよ。なんか本当に全然すごい、みんななんか最初のイメージよりぐんぐん好感度上がってくるので、ほんといいですよね。いや結局イケメンだからって言うんですけど、私正直そんなにビジュアル的にはめちゃくちゃ神っていうよりは主人公の方がビジュアル全然好みなんですけど、でもすごい、いやすごいいい。いや本当にシルビアもすごいかっこいいし、いやちょっとね本当に楽しい。いやー、あ、すいません、ちょっとでは占いお待たせしました。ちょっと本当にねもう話に入ってしまうとダメですね。 お待たせしました。で準備 OK ですか。あ、遠負けね、ちょっとね、そうなんですよ、若干ちょっと面倒見に良さとかがちょっと遠間っぽい感じにありますよね。はい、そろそろ壁ドン来るね。いや、ちょっと本当にちょっと声のためにね、ちょっとちっちゃめに、ちっちゃめに行きます。本当になんか隣の人一人部屋のはずなのに、あ、隣の人まだ一人のはずなのにすごいブツブツ聞こえてくるんだけどってちょっと言われてたら怖いな。どうでしょうかね、そろそろ。OK です。じゃあ皆さん準備できたようなので、はい、あ、普通に電話かなって思ってくれるかな。あ、そうですね、ちょっとなんかね、なんか今度じゃないや、イレブンを私がクリアしたら、あ、全然大丈夫です、私もよく固まるので。そう、イレブンクリアしたらなんかネタバレ OK のなんかイレブンの話をする配信みたいなのもしたいな。私も香水がある。あ、そう、バージョン4もめちゃくちゃ楽しみですよね。あれって私この何任期始まった時に1から3までのパックをそのまま
入れたんで、ちょっとあんまりなんかオンラインゲームに詳しくなさすぎてちょっとよく分かってないんですけど、これって追加パックを買ってパソコンに入れたらもう OK？ どういう感じなんだろう。追加パックを買ってパソコンに入れる。ほうほうほう。あ、レジコも登録。レジコ？レジコ？あ、大丈夫です。皆さん見えてますよ。レジコ？アップデートをする。全然このパソコンのあれが、あ、コード、あー、コードがなんかついてるんですね。で、そのコードを入力。ディスクを買ってパソコンにかざすといい。かざす、いや、かざすちょっと本当にこの、なんだろう、このね、オンラインゲーム、本当に、なんだろう、天が初めてなんで、全然わかんなくて、パソコンゲームが。よし、買えば大体わかる。あ、ありがとうございます。じゃあ買ってみます。ではちょっと、四方からって感じで。はい、ちょっと戦いに集中します。では、行きまーす。行きます。あれ？行きますっていうセリフないよ、私。まあいいや。一応でも私ダンスいいですよね。忘れてた、使うの。あ、かぶっちゃった。審判かぶるともったいないですよね。悲しい。
すごい黙っちゃうな。なんか喋りながら戦いたいですけど。やった。やった、法事も。よし、ちょっとパックも。なんか占い、私戦車とかを入れてなかったんですけど、この大山さんに占い師はやっぱり戦車だよみたいなことを言われまして、ちょっと新しくデッキを組みたいなと。すごい、やっぱりスライダークは人気なんですね。皆さん行きたいっていう感じかな。酸素かな。では、よし、84、あ、91、9、91、84、78かな。91、84、78。ちょっと間違ってたら教えてください。シャーチンさん、サツキさん、ひばりさんかな。で、お、いた。はい、お願いします。よろしくお願いします。スライダークは、何で言ったらいいかな。多分行ったことあると思う。多分行った、行ったことありますよね。私アクセ隊で行ったことあるような。賢者で行ったかも。あ、賢者で行ったような気もする。賢者になってきます。賢者やります。じゃあ、私両手杖なんですけど大丈夫かな。ブーメランではない。あ、でもカンストはまだ全然、4つまだ全然、そうですね。踊り子もカンストさせたいですけど、あと戦士ね。混乱とかない。呪いがあるといい。あ、呪い。呪い。何も作ってない。あ、なってる。じゃあこれでいいのかな。まあ、50%。ちょっとこの辺のね、アクセもちょっとちゃんとやらなきゃですね。この辺。よし。
もうこれずっとお気に入りで使ってるドレアですね。人気中から多分ずっと。なかなか気に入ってるんですよね。どうしましょう。剣、戦線剣魔戦か占い？あ、任せますとか言ったら逆にあれだね。どうしよう。待って、ちょっと、占い、線とか線占い、なんだ、線占い賢者とかどうでしょう。魔線2プラス前衛2でも安全に行くなら線魔線総賢者、ああそっか、安全に行くなら僧侶いた方が、でも占いがいればなんとかなるかな、どうですかね。僧侶いらない、線占い賢者はあり、じゃあ線占い賢者でお願いします。サーチンさん占い、ひばりさんとさつきさんが戦士でお願いします。スキル、あと1欲しいな、ちょっと振り直さない、あ、うん、な、魔法使いませんけど、まあいいか。一番はあれですよね、洗礼をしっかり、洗礼と雨、まああんまり攻撃を意識しない方が、僧侶いないし回復重視かなって感じで、はい、ではでは、あ、もう終わらない、 OK なんですかね。早読みも大事？早読み。なんか。よいしょ。あの夏祭りのかおちゃんさんの本当にあれ本当にすごかったですよね。いや本当にもう、いや天才だなって、さすが本当にもう感動しました。あの後本当にもう裏楽屋の方でもうめちゃくちゃすごかったですっていう。そう神がかってましたね。え、戦士一人いません？いや、迷いどころ。まあ、でも、一応これで行ってみます。縦社会。どうでしょう皆さん、あ
った方がいいのかな。やっぱ呪いがあるからあった方がいいかな。私呪いが半分 50% なんで呪いガードが 50% なんで、呪いなんて大抵持ってない。私50 申し訳ない。呪いガード、あ、お願いします。まあ 50% を信じたいところでは。回復？お、キヨさん。まあいいかな。なんとか。波動が謎の。3マス入れたいので、ちょっととりあえずの。よーし、まあ、賢者、大丈夫ですね。よし、行きまーす。では。ベホマラの報酬とか。さすがに、振ってると思うんですけど。なんか何かしら、ちょっと、回心ちょっと早み、まあ、いいか、OK。では、はい。スライダーク、なんとか、なんとか。ワクワク。後ろに逃げる？シャインスコールを後ろに逃げる。なるほど。前方の攻撃が多いんでしたっけ？前方。ちょっと距離を置く。何の時に洗礼でしたっけ？ちょっと待って。まあ、多分わかるか。見れば、今だってわかる気がします。あ、EX モードだ。そう、EX モードの時になったらすぐ洗礼。ソードリッパーが横。で、シャインスコールを、後ろ。ちょっと遠めにいて、ソードリッパーは横。で、洗礼、EX モードだと洗礼。よし、あそこ刃入れる順番を大丈夫ですかね。はい、お願いします。ソードリッパー遠すぎると避けづらい。あ、そっか、あれですもんね、この角度がね。よし、なんとかなんとか。じゃあお願いします。このぐらいかな、私。ちょっと、あ、魔法
ステ、ソマホステか。そうだ、連続ドラマ。お、大丈夫かな。あ、戦争どのぐらい、おっと、雨が結構雨でしたね、ちょっと。すみません、ありがとうございます。基本的に距離が、ちょっと雨いっぱいになってから、あー、届いてない。場所のこの取り方が難しいな。あ、奇跡の雨来た。あ、マホステもそうだ。あ、出た、EXモード。
ちょっとやっぱ呪い、なんとかしよう。あ、死ぬかな。やめめたい。回復だ、回復からだったな。ありがとうございます。これ間に合う？狭いな。よっしゃ、はい、やった、ありがとうございますありがとうございます絶対今の何事って思われたあまり賢者のことをよく分かってなくて申し訳ないありがとうございました。ちょっと次までには呪いもなんとかしたい。では解散します。ありがとうございました。よいしょ。ふう。では、ちょうど、あれ ?30 秒?あ、ちょうど時間もいいぐらいですね。
体上で呪い聞く方も、あ、なるほど、体上でもあるんですね。ちょっとそれもありですね。